皆さんこんこにちは、えっと、東北大の杉本でございますあの私の方からですね模擬事業ということでお話をさせていただきます。えっと、先ほどあの成島先生からのご紹介もありましたように私もですね、えっと、実は仙台出身ではなくて静岡の出身で40年前仙台の仙台 モチベーションの一つはですね、雪を見たかったっていうのがあのございます、まあ。そういう意味であの40年以上、えっと、仙台に。 に住んでおりますけれども、あの、非常に住みやすい街であるというふうに思いますので、ぜひ、あの、東北大学の、えっと、立地条件なんかも、えっと、ご考慮いただいて、東北大学を目指していただきたいなというふうに思っております。で、本日お話しするのは、くっつく離れるから始まる磁石の世界ということで、協力磁石が地球を救うという内容でございます。えっと、くっつく離れるというのはですね、まあ、磁石、 実は小学校の教科書の3年生に出てきますね。で、いつもこういう磁石のお話をすると、まあ、大学でも磁石なんか研究してるんですかというふうに言われるんですが、えっ、ー、と、まあ、実はこの磁石がですね、実は皆さんの生活の中に非常に役立っているというところで、まさに地球を救うキーマテリアルになりつつあるというところで、今日はお話をさせていただこうというふうに思っております。えっ、ー、と、 はい今日お話しする内容です、だ、ま、い、あえっと永久磁石がどういうふうにして発展してきたのか、そしてまあ地球を救うというのは実は環境問題に直結しているマテリアルということになります。じゃあ、そもそも永久磁石ってどんなものを永久磁石で言うのかと。 いうことに触れた後にですね、実はえっと、強い磁石についてもですね、ちょっとあの危機がありました。それについて、えっと、ご紹介して、えっと、私たちは研究分野でですね、それをクリアしてきたと。最後に、えっと、皆さんに贈る言葉を、えっと、締めの言葉とさせていただいて、えっと、この模擬授業を終了させていただこうというふうに思っています。 でまず皆さんが永久磁石で経験しているということを挙げてさせていただくと、ま,あ、まず一番最初はくっつく離れる、ですね、えー、と異極の場合にはくっつき合います、同極の場合には反発力が働いて、えー、とくっつかないという形になります。一方 鉄例えばクリップを机の上に置いとくとですね、このクリップは動かないんですが、えっ、ー、と、実は磁石を持ってくると、このクリップがこういうふうに引き付けられます。まあ、こういうような経験はされてますね。で、もう一つ、例えば棒磁石が6本あって、えっ、ー、と、同極を束ねた場合と、互い違いにこう束ねた場合、どっちが磁石が強くなるかというと、まあ、皆さんご存知のように、左側の 動極を束ねた方が磁石自体は強くなります、まあ、これは、えっと、こういう世界こういうことをですね実は皆さん、えっと、実際に磁石を遊びながら、えっと、経験してるんではないかなというふうに思います、えー、それでじゃあ人類が磁石に触れ合ったのはいつ頃かという話になるんですが磁石は実は皆さん、えー、大昔は天然に 産出する自鉄鉱、まあ、英語で言うとマグネタイトの石を利用ししていましたで古い歴史を持っている中国では、まあ、指南車というのがですね紀元前2600年、まあ、これ、いつだかわからないんですけども、紀元前1000年ということも言われています、えっと、皇帝という時代にですね荷車の上に人形があり、その人形の指がですね南の方角を指すというえっと車があったそうです。 でこの指南者はですね、えーとまあ、軍友割拠の時代ですから、濃霧なんかで、えー、と非常に霧が深い時にですねどちら側から、えー、と敵が攻めてくるか、まあ、方角を知るっていうのは非常に重要なことだったんですね。したがって、この指南者は当時、非常に最新兵器だったわけです。で、こういうことで、この指南者を持ってる国がですね戦いに勝利する、まあ、そういうことで、 正しい方向に導くという意味に変わり、えー、と武道とかですね合気道なんかでは、指南役とか指南所という言葉が生まれてきたというふうに言われています。で古い磁石の文字ですが、まあ、この慈しむという文字を使って磁石というふうに言われていました。でこれは、磁鉄工が工を吸着する様子がですね、 母親が赤ん坊を抱く様子に似てるということで、慈しむ石、すなわち、この磁石の慈しむという文字を使って、英語名ではラビングストーンというふうに言われていて、非常にいい名前ですよね。今のマグネットよりもあの綺麗な名前かなというふうに思います。まあ、こういうような磁石というところから、現在のこの漢字である磁石が使われてきました。 紀元前一世紀頃はですね、この死難の尺というものがあります。でこの死難の尺はですね、平らな台にスプーン状の天然磁石を置いて、まあこれ、あのスプーン状になりますので、非常にこの平らな台の上で回転するんですね。で、回転する方向が南を指すと。で、当時は先生、あの、占いに使ってたというふうに言われていますが、まあこういうふうに南を指すということで、世界最古の羅針盤と。 ということになります中国と同じように古い歴史を持っているのが古代ギリシャですね紀元前600年頃にマグネシア地方の羊飼いの杖が天然に産する地鉄庫の鉱石に杖が吸い付いてしまうという現象になりましたでこのマグネシア地方のマグネシアという言葉からマグネットとかマグネティズムの英語名が生まれてきたというふうに言われています まあこういうもので天然に酸する磁、えー、鉄砲にまあ鉄が吸い付くという現象は人類は古くから知っていているわけですけれども、まあ、これが危ない話につながっていきます。金物を引きつける丘とかです、ね、船の釘をあを抜いてしまってバラバラにするとかまたマフメットの火付きが宙に浮くと、まあ、こういうようなえっと書物がえっと結構出されて昔は出されていました。 1600年頃からあのギルバートによって磁気現象が書物にまとめられるようになって、えっと、磁気という分野が発展してきたというふうに思いますで実は私もこの磁石の研究室を選んだのはちょっと不思議だなっていう、まあ、こんなようなあの力がえっと磁石にあるなというところであの研究室を選んでおります実際にですね人類が磁石を えっと、作ってきたのはいつかというと、えっと、20世紀に入ってからです。1916年に KS 項というものが発明されて、それから100年余りが経過します。その磁石の強さを縦軸にとると、えっと、磁石の強さは KS 項からだいたい60倍の強さまで発展してきています。で、えっと、この 約100年間で強さが60倍になってきたこのグラフを見ていただいてもですね、えっと、ご覧のように、えっと、この、えー、元素記号がいっぱい書かれています。すなわち磁石の歴史というのはどういうものかというと、まさに新しい材料を作ってきた、えー、歴史というのが磁石の歴史ということが言えます。で、えっと、現在の磁石を大きく分けると、 金属を使った磁石と酸化物をを使使っったた磁磁石石に分けられます。で金属を使った磁石はサマリウムコバルト、ネオジウム鉄ボロンといった強力な磁石の気取り磁石、そしてアルニコと鉄、まあ、クロムコバルトなどの言った、えっと、金属を溶かして鋳造した、固めたえっと磁石、まあ、鋳造合金磁石、まあ、この2つに分けられます。 でえっと、一方ですね、酸化物を使った磁石は、えっと、このフェライト磁石と呼ばれていて、鉄の酸化物を使っているので、非常に安い磁石になっています。まあ、こういうようなものがあの、えっと、磁石の種類になっています、えっと。この開発の歴史を見てみると、日本人が非常に活躍しています。特に東北大学の関係者が編み出してきた、また特性を向上してきたものは、 今、星印で囲ったところの、えー、ポイントがですね、ほとんど東北大学の関係者が、えっ、ー、と、この永久尺の特性を伸ばしてきたというふうに言われています。えっ、ー、と、じゃあ、まず最初のケース工ですね。で、これを、このケース工は1916年、東北大学の、えっ、ー、と、金属材料研究所の本田幸太郎先生と高木博先生が、えっ、ー、と、生み出しています。 でこの金属材料研究所は先ほどの成島先生とのお話にもあったようにですねえっ、ー、と材料科学総合学科でえっ、ー、と大学院進んだ時に三分の一の学生さんがこの金属材料研究所で研究することができますこのケ、えース庫コバルトとタングステンとクロムを含む鉄合金になります東北大学で千九百十六年に人工的なえっ、ー、と磁石が開発されて からは日本人の研究者が、えー、と磁石を作り始めます、えー、と東北東工大ですね、えー、と加藤余五郎先生と武井武先生、えー、このお二人の先生がですね、えー、1930年に、えー、と現在のフェライト磁石の、えー、と元ととなるコバルトフェライト磁石というものを発明いたします。このコバルトフェライト磁石は酸化物を使って で粉末にした磁石でしたた磁磁石石ででのオキサイドパウダー OP 磁石といいううふうに言われていました、えー、東郷大に行ったことがある、えー、と皆さんならお分かりのように東郷大の本部はですね、えー、と大岡山キャンパスにありますで古い時代のですね東郷大の先生は OP 磁石は大岡山パウダーその大岡山パウダーの頭文字を取って OP 磁石というふうに言われていると。 いうふうに言われていましたが、この発明から生まれてきたのが、皆様ご存知の TDK、当時は東北電気化学と言われていた会社が生まれてきています。東北大、東工大、東の U であります東大でもです、ね、新しい磁石材料が発明されます。1932年、ニッケルとアルミ、 を含む鉄合金ですね、MK 鋼という磁石が1932年に三島徳一先生によって発明されます。で、この磁石は KS 鋼や OP 磁石と全く違った機構によって磁石特性が出てきて、現在のアルニコ系磁石につながるような研究であったということで、三島先生の磁石はアルニコ磁石の原型の発明,者で,発明であると。 いうふうに言われています。しかし、えっ、ー、と、世界記録を東大に塗り替えられた、えー、KS コの発明者であります、本田光太郎先生は、金属材料研究所内で新たに磁石材料の開発を手がけます。で、後に、えぇ、ー、センダスと、 仙台で発明された粉末ということで、磁石とは違った地震材料というところに使われる、センダストという合金を発明した、増本計先生、そして白川祐樹先生とともに、新しい材料である新 KS 鋼というものを発明いたします。で、東北大学工学部、材料科学総合学科も実は負けていません。 で私の先生でもあります、えーと、金子秀夫先生、本間元文先生、後に、えー、とアルバックという、えー、と真空会社の会長まで務められます、中村久三博士がですね、ドクター時代に、後期課程の学生時代に発明されたのが、テスコムクロムコバルト系磁石です。で私もこの後期の、えー、と最後の方でえっ、ー、で、この特性向上のほの研究を学生時代にさせていただいております。 えー、このフェライト磁石、アルニコ系磁石は、まあ、磁石の強さからするとだいたい現在の最強磁石であるネオジウム鉄ボロンの,5分,あの、えっと、5分の1から6分の1の、えっと、特性になっているんですがああ、ごめんなさい、5分の1から10分の1の特性となっているんですが、1966年磁石の強さはです、ね、急激に増加しますで。これは何かというと、まさに えっと、軌道類磁石の出現ということになります。えっ、ー、と、残念なことにですね、この軌道類磁石の発明書は日本人ではございません、えー。アメリカのデートンユニバーシティのカール・ジェストルナット先生が、1967年、サマリウム・コバルト5磁石を生み出します。この軌道類を元素を初めて使った磁石が、このサマリウム・コバルト。 で当時はアメリカでは軌で道、ね、類元素が産出する、そして軍で、えー、とこの元素を使うということが可能だったということで、まあ、こういうことで,です、ね、日本には入ってこない軌道、えー、類元素をうまく利用して磁石を作るということができたわけです。しかしながら、1968年にです、ねえー、と日本も、えー、と特性を、えー、と上げてきます。 でこれはスルナット先生とは全く違う、えっと、形の、えっと、機構で,です、ね、磁石特性を生み出す、まあ、同じサマリウムを使っているんですがサマリウムコバルト系の27型の、えっと、磁石材料ですでその発明者は東北大学の理学部をご卒業され当時の松下電機現在のパナソニックに、えっと、入所されていた田原義雄博士です でこの田原芳雄博士、えー、と実は、えー、次に示します、この本のですね、えー、と方のお父様に当たりますで。この方、誰かというと、まだちょっと出てきてないんですけど、えー、と田原町さんですね。えー、と田原町さんの所蔵作である、サラダ記念日という、えー、と本があります。でこの、えー、とサラダ記念日というあ中に えっと、一つの句があって、一頃は、世界で一番強かった父の磁石のうずくまる棚という句があります。で、えっと、まさに世界で一番強かった磁石を作ったのが、この田原義雄博士で東北大学の理学部の出身です。 ただポイントになるのはですね、この一頃はというところですね。えっ、ー、と、1980年に世界レコードを持っていたサマリム・コバルトもですね、えっ、ー、と、その記録が塗り替えられます。 1982年に発明されたネオジウム鉄ボロン刑事役。これは、あの、この方もですね、神戸大学を卒業されて、えっと、大学院の後期課程で、えっと、博士号を東北大学の近県で取られた、えっと、佐川雅人博士です。近県をご卒業された後、住友特殊金属という会社に入られて、このネオジウム鉄ボロン刑事役を開発されています。 当時のですねパンフレットの署名を示したのはこの図面です。ご覧のように左側からフェライト、サンマリンを配るとネオジウム鉄ボロンです。同じ体積の磁石を置いて、間にですねこの反発力を競い合うということをされています。この上にですね、まさにその鉄球を置いてですね、 えっと、反発力を競い合っていると、このネオジム鉄ボロンが非常に強力な磁石であるということがお分かりになるかと思います。えっと、この佐川正人博士の写真ですが、あの、昨年、えっと、ご本人からいただいたんですが、えっと、実はこのサマリウム、あ、ごめんなさい、ネオジム鉄ボロンを開発されたのは、若干30代後半の、えっと、時代です。 えとこの写真はですねその、国際会議で発表したときの写真ですけれども、隣にいらっしゃるのがあのサマリウム・コバルトを開発されたカール・ジェスルナット先生です。えー、このネオジウム・テスボロン刑事磁石は、えー、とこの1982年からさら、えー、に特性を上げていって、ケース硬の約60倍の強さに、えー、と成長していると。 といいう磁石材料に変わっていますで40年間これ以上の磁石材料が現在のところまだ生み出されていないということでこのネオジムテスボロン系磁石は現在のところ世界最強の磁石であるというふうにいわれています実はこの最強磁石が皆様の生活の中で非常に役立っているとでどこに役立っているかというとですねまさに環境問題に直結しています えとまあ、皆様ご存知のように2100年にはです、ねえー、と気温が4.8度 C 上昇するというふうに言われています。温暖化が急速に進んでいてそしてそこのえっと関係するえっと原因と考えられるのは温室効果ガス CO2 になります。この CO の CO2 排出ですが、えっと、中国、えー、アメリカ、インド そしてロシアによってです、ね、大体、えっと、世界の排出量の約半分が、えっと、排出されているんですが、実は日本もかなりの多くの、えっと、CO2 を排出しています。えっと、大体3.4%ぐらい、えっと、世界の CO2 は日本から排出されているというようなことで、えっと、カーボンニュートラルが最近はクローズアップされ、この CO2 の排出量を減らそうということで言われています。 で特に日本は厳しい、えー、あの契約を、えっと、国際上結ばされています。2013年度比で、その2030年度までに CO2 の排出量を26%削減しなければいけないというふうに言われています。で 実は皆様は人事だと思っていらっしゃるかもしれませんが、実は家庭からの二酸化炭素量というのは莫大な量が出ており、えー、と1世帯あたり 4150kg の CO2 が排出されているというふうに算出されています。で、じゃあそれは何かというと、すぐお考えになるのは車のガソリンからかなというふうにお考えかもしれませんが、実はガソリンからは25%ぐらいで約半分が 電気を使うことによって、各家庭からは CO2 が排出されているということになるわけです。で、えっと、我々の生活を見るとですね、この電気エネルギーというのは非常に使いやすいエネルギーになります。まあ、えっと、電気がない生活というのは、皆様は今考えられないというふうに思います。じゃあ、電気をどうやって作っているのかというと、 えっと、まさに電気は発電機を回すことによって、えっと、作っていますで。じゃあ、発電機をどうやって回しているかというと、機械エネルギーから発電機によって、えっと、コイルを回転させることによって電気を作っている。まあ、これはあのご存知の通りです。じゃあ、えっと、機械エネルギーを作っていくためにはどうするかというと、 まさに火力で、えっと、タービンを回す。そして、えっと、火力によってタービンを回す。そして水力によってタービンを回すというような形で電気が作られています。え特にその、えっと、現在日本はこの化石燃料を使った火力発電が非常に多いということで、えっと、電気を使えば使うほどこの火力発電に,、えっと、によって CO2 が排出されるということになるわけですね。 したがって、この、えー、と電気を使わないような、えー、と形にしなければ、えー、とこの、えー、CO2 の排出量というものが、えー、と問題になると。じゃあ、実際にどういうところでその電気エネルギーが使われているかというと、ヒーターや、えー、とモーター、そして水素を作るようなところでも電気分解のエネルギー。 また皆さん、えー、と本日、部屋の中にいらっしゃると思いますけれども、そういう意味では、えー、と光、電灯ですね、まあ、こんなようなところで電気エネルギーはさまざまなところで私たちに使の、えーとえー、生活に役立っているという形で使われているわけです。じゃあ一方ですね、この電気、えー、どのくらい消費しているかというふうに考えると、日本では総電力消費量が1兆キロワットアワーです。1兆キロワットアワー とんでもない数字ですねえー、と、照明とか電熱に使っているのはだいたい25%ぐらいなんですで、約6割がモーターで消費されているというふうに言われていますすなわちモーターの消費量を1%削減するだけで実は原子力発電所1機分に相当するエネルギーを削減するということができるという,ふうに言われていますえ、すなわちモーターの高効率化はまさに省エネに直結するということになります 昔のモーターはですね、コイルを組み合わせた誘導モーターが使われていたんですが、最近では効率を上げるために磁石が多く用いれるようになって、その効率も90%になっています。じゃあ一方ですね、皆さんの生活を見てみましょう。例えば電気冷蔵庫。電気冷蔵庫の、えっと、テレビに流れてくる CM を見ていただくと,、えっと、家計にお得という CM がかなり流れます。 それはなぜかというと、冷媒を冷やすためのモーター、コンプレッサーというところに磁石モーターが使われるようになったからです。このためです、ね、最近の電気冷蔵庫は大型であってもです、ね、壁にとえっとつけることができます。すなわち、電気冷蔵庫自体がです、ね、発熱しなくなったんですね。で昔の電気冷蔵庫は誘導モーターを使っていたために発熱してしまう。 結果的にに、ね、電気代も非常にかかる、まあ、こういうようなことで磁石モーターを使うことによってコンプレッサー自体もどん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 小型化されてきて、えっとえっと、電気冷蔵庫の容量もかなり大きくなりその電気代も、えっと、年々こう下がってきた傾向がございます。 このようなことから、えっと、最強の磁石であるネオジム鉄ボロン系磁石は、モーターの生産量とともに、その、えっと、生産量がどんどん向上していって、えっと、使われるようになってきました。じゃあ、我々の生活の中で、えっと、最も、えっと、モーターが多く、えっと、使っている、えっと、製品は何かということになると、それは自動車です。 えっと、すべての磁石がですね、ネオジウム鉄ボロン系磁石ではないんですが、まあ、フェライト磁石も使われていますが、えっ、ー、と、1台あたり100個から150個のモーターが搭載されているというふうに言われています。例えば、ドアミラー一つとってもですね、えっ、ー、と、ミラー自体が X 方向、Y 方向、そして、えっ、ー、とー、あのー、 ドアミラー自体がギーバタンと畳み込まれるということで、片側のドアミラーだけで3つのモーターが使われています。まあ、こういうようなところで考えるとですね、モーターがいろんなところで入っている。例えば、他にはですね、この電動パワーステアリングですね、ここにモーターが存在することによって、止まっている車でも電源を入れるだけでタイヤの向きを変えられるようになりました。 まあ、まさにこの電動パワーステアリングは強力な磁石があってこそ生まれてきたものになります。じゃあもっと、えっと、強力な磁石であるネオジウム鉄ボロン系磁石がなければ作れなかったものは何かというと電気自動車、ハイブリッド自動車の駆動モーター発電機です。えっと、これ、えっと、この部分に搭載されていますけれども、 ちょっと古い第2世代のプリウスをですね、トヨタ自動車の皆様のご協力によって、そのカットモデルの写真を撮らせていただくことができました。これがそのえっの写真です。エンジンに直結するように、発電機と駆動モーターが存在しているんですが、左側の部分が駆動モーター、右側が 左側が発電機、右側が駆動モーターになります。で、この駆動モーターの部分をですね、えー、と拡大してみると、えー、と今映し出しますような、えー、と大きな形になっています。で、工作で皆さんが使っている、えー、と磁石というのは、えー、と外側に磁石があり、内部にコイルになっています。で、しかしながら電気自動車駆動モーターは、 えっと、回転するところが、えっと、永久磁石になっていて、外側にコイルが存在しています。で、この、えっと、駆動モーターがですね、現在のところかなりコンパクトになっています。それは何かというと、えっと、まさにコイルの巻き方、えっと、磁石の配置の仕方というものが、えっと、工夫されてきて、さらには、 この図面で示すように、上側に発電機、下側にモーターを配置することによって、皆さんの電気自動車の空間をですね、居住空間を広げているということができるような技術革新がなされています。このような電気自動車、ハイブリッド自動車は、狭い空間、 車に乗っける、えー、狭い空間でも強力な磁界が発生することができな、できるネオジウム鉄ボロン系磁石が生まれてこなければ、えっ、ー、と、この磁石、ハイブリッド自動車、電気自動車は生まれてきていません。えっ、ー、と、昔の磁石を使おうとするとですね、今の電気自動車はトラックのサイズぐらいまで、えー、と大きくなってしまいます。 この自動車の電動化の波は、今お示しするように、ガソリン車はどん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 減っていき、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、電気自動車、そして燃料電池車というものがどん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 拡大していく。最近ではヨーロッパの方では、ハイブリッド、プラグインハイブリッドも認めない、2030年以降は認めないという形になってきますので、まさに EV、電気自動車、燃料電池車というものが使われるようになってきます。 えー、しかしながらあの水素を使った燃料電池車、まあ、電池の問題もあるんですが、えー、とまさにこのネオジウムム鉄ボロン契約が、えー、と燃料電池車においてもです、ね、なければ作れないという形になり、まあ、XEV というこの電気自動車関係が急速に拡大していくで、これからの車が、えー、とどんどん、えーとえー、増えていくと、まさにネオジウムム鉄ボロン契約が使われてくる時代が、えー、とやってくるという形になります。 じゃあ、この電動化の波はです、ねえっと、どんなところに、えっと、波及しているかというと、実はドローンを見ていただければ、あそこに使われているモーターは全てネオジウム鉄ボロン系磁石です。コンパクトの、えっと、モーターが4つ、3つ搭載することができるのはです、ねえっと、強い磁石がなければドローンを作ることができません。この電動化の波は航空機にもやってきています。えっと水素ジェットというところは、えっと 大型の航空機では考えられているんですが、えっと、今後、えっと、狭い、あの、リージョナルジェットとか、小型航空機というところでは、電動化が、えっと、使われるようとしています。で、これはなぜかというと、えっと、現在の航空機、由来の CO2 は莫大な量があって、えっと、航空機の生産がどんどん増えていくと、2050年では、航空機由来の CO2 が現在の3倍になるというふうに言われています。 技術革新をしてもです、ね、今の技術では2倍ぐらいまでにしか抑えられないどうしても CO2 を排出を減らしていこうとすると水素ジェットと電動化を組み合わせていかないといけないという形になっているわけです。 で、この電動化の方式は、まさにハイブリッド自動車で、えっと、培われてきた技術が使われようとしていて、えっと、今 JAXA で考えられてるのは、このシリーズハイブリッドですね。えっと、ジェットのエンジンで電池、えっと、タービンを回して、発電機を回して、電池をた、電池に貯める。この電池のエネルギーを使って、モーターを回す。まあ、あの、 えっと簡単に言ってしまうと皆さんの CM でえっと身近なのはえっと日産自動車様が言ってる e パワーのようなえっと形でえっと航空機を運電動化しようということが考えられているわけです。まあ、こういうようにえっと航空機も電動化がえっと叫ばれるようになるとまさに我々が SF の映画で見てきた空飛ぶ自動車というものが実現性が 帯びてきてきおり現在、経済産業省では空飛ぶ自動車の企画が練られているというところでもうすぐすると皆さんが空飛ぶ自動車というものに乗れるんじゃないかなというふうに思っています。こういうように自動車に使われる前、えっと、実は、えー、この強力なネオジウムテスボロン形式はどこに使われていたかというと皆様必ず一つは持っていると思います。携帯電話ですね。えー、まさにモバイル商品 パソコンとというところに使われてきました例えばハードディスクでは記録媒体を回転させるためのスピンドルモーターそしてヘッドの位置決めをするためのボイスコイルモーターそして皆さんの持っている携帯電話ではスピーカーイヤホンそして今日のような講義の時にはバイブレーションモーターですねこんなところに使われてきました。 すなわち非常にコンパクトな機器、モバイル商品で使おうとするとですね、えっと、狭い空間でも強力な、えっと、強力な磁界が必要だったというところで強力な磁石が必要になってきて、まさにネオジウム鉄ボロンが使われるようになってきたわけです。で、この、えっと、軽薄単焦の世界で、えっと、使われるようになってきた技術というのはどこに生かされているかというと、 将来どこに行こうかというと、まさにロボット技術です。すでに工場では産業用ロボットが使われています。えー、と高速で、えー、と生産性を上げるために 5, 5, 5時、6時というようなあのいろんな動きをする産業用ロボットがあります。で、これはなぜか、なぜできるようになったかというと、強力な磁石であるネオジウム鉄ボロン系磁石が、えー、と高速で、えー 駆動する。そしてストップすることができるような、えっ、ー、と、高性能なサーボモーターが、えっ、ー、と、できるようになってきたわけです。産業ロボットではもう現在使われているんですけれども、高校2035年までを考えるとですね、実はサービス産業でおける介護ロボット、まあ、こういうようなところで、どん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 ロボット技術が生まれてきます。えっ、ー、と、ロボット技術の革新には、まさにこういうような強力な磁石が、えっ、ー、と、非常に有効に働いていると。 いうことが言えます省エネとか環境問題に直結していたんですがじゃあ再生可能エネルギーのところではどんなふうに貢献できているかというと実はこの強力な磁石はですね貢献しています。えー、とそれは何か,何かというとまさに風力発電ですね、えーと。日本は残念なことに風力発電の導入量は後進国です。えー、と中国、アメリカ、ドイツ、 インドでその導入量の約7割が、えっ、ー、と、いて、ちょっと見にくくて申し訳ないんですが、この日本はこんなところにいます。一番、えっ、ー、と、16位かな、17位、20番前ぐらいですね。しかしながら、世界のこの風力発電の導入量は年々増加していて、特に中国が革新的に、あの、伸びています。えっ、ー、と、これはなぜかというと、ヨーロッパ、日本ではですね、えっ、ー、と、 おとといぐらいの新聞で太陽電池の効率がいいというご,ご発表があったんですが、実はヨーロッパ、アメリカ、えー、中国などでは風力発電が効率が最もいいというふうに再生可能エネルギーの中では最もいいというふうに試算されています。えー、と日本はです、ね、風力発電が遅れてきているのは実は狭い国土であるというところで、えー、と風力発電の一番のポイントはですね 風車を大型化しないいと効率が悪いんですねで。もう一つは、その現在の、えっと、風力発電は、ギアを使って、歯車を使って回転数を高めて発電しています。で、このギアがですね、えっと、摩耗して故障の原因になる。 そして、ギアが噛み合う音が低周波ノイズになって地域の人に迷惑をかける。まあ、こんなようなところでですね、風力発電がなかなか使われてなかったんですが、じゃあギアなくせばいいでしょっていう話になります。そこで考えると、ハイブリッド自動車や電気自動車で使われている発電機と同じですね、強力な磁界を使ってそこにコイルを動かせば、ファラデーの法則に乗っ取った誘導発電、誘導機電力が発生 発生します。で、これをうまく利用することによって、えっと、まさに、えっと、発電ができる。じゃあ、どこに設置するのっていうと、2050年のカーボンニュートラルで一番注目されているのは、一丁目一番地は、洋上風力発電です。日本は、えっと、四方を、えっと、海に囲まれていて、そこに、えっと、風力発電機を、えっと、設置するとですね、日本は発電大国に飛躍できるという、 ものがあって、まあこういうようなところの風力発電においてもですね、えっと磁石が活躍できる場があるということちになります。このようなことで、えっとさあのネオジム鉄ボロン系磁石の発明者である佐川博士はですね、2012年日本版ノーベル賞、日本国際賞を受賞されています。で、この日本えっと日本版ノーベル賞である日本国際賞ですが、材料科学の分野じゃなくて、実はエネルギー環境分野での受賞です。 CO2 の排出量を極限的に減らすことができる材料の開発ということで、えー、と毎年、実はこの日本版という文字が消された、えー、ノーベル賞ですね、そのノーベル賞の候補者としていつもノミネートされていて、私のところでもコメントが欲しいということで、新聞社に待機するようにということを、えー、といつも言われています。まあ、というのは、えー、とこれ、日本国際賞のえっの、えーと えー、懇談会のときでも、えー、と佐川先生に、えー、と呼んでいただいて、私も一緒にお祝いをさせていただきます。えー、佐川博士、先ほども、えー、とご紹介したように、えー、と本系のです、ねえー、と卒業生でもあるということで、現在のところ、えー、と2019年に東北大学の特別招棋プロフェッサーに、えー、となっていただいております。えー、とこれで、えーと もし東北大学に皆様がご入学されるとですね、えっ、ー、と佐川博士のご講演を聞くチャンスもこれからもえっ、ー、とあるのではないかなというふうに思っております。えっ、ー、と今あの関係者としてはぜひこの日本版というところを消えたノーベル賞を受賞していただきたいなというふうにえっ、ー、と思っている次第です。 まあ、こういうようなところで我々の周りで活躍している磁石ですが、じゃあ、どんなところ、どんなものを磁石というふうに呼んでいるのかということを簡単にご紹介したいというふうに思っています。で、最初に出てきた図面ですね。えっ、ー、と、じゃあ、最初にこの鉄が、えー、と磁石に吸い付くという現象ですけれども、どうしてこういうことが起きるのかというと、磁石はその周りに磁場という場を作っています。えっ、ー、と、地球は 地球の周りに重力場というものを作っているために重力場の中のすなわち勢力圏の中に入ってしまったリンゴが地面に落ちるこれがニュートンの重力場の発見ですねまあこういうように磁石とはいうものは外に磁場を出現させている磁束を出しているという物質であるということになりますで一方ですねこのえっと右側の同極を束ねた場合と 互い違いに磁石を培った場合には、左側の方が、同極を束ねた方が磁力が強くなる。互い違いにすると、N と S がキャンセルすることによって磁力は弱くなるという形になる。じゃあ一方ですね、我々のする仕事はどっちが少ないかというと、同極を束ねる方が束ねにくくて大変ですね。一方、互い違いにすると、勝手に異極同士が くっついてくれるために束ねやすい。すなわち、エネルギー的にどっちが低いかというと、まさに右側の方がエネルギー的に低いという形になります。すなわち、自然界はどっちを好むかというと、同極を束ねた場合方じゃなくて、えっと、安定になる、異極を、えっと、束ねる、エネルギー的に安定な方法を選ぶわけになる。 すなわち磁石というのはエネルギーの安定なところからエネルギーの不安定なところに持ってきてそれを永久的に磁力を発生させる物質であるという形になります。 じゃあ、これはどんなところから生まれてくるかというと、今日はお話をしませんが、実は電子構造に起因します。電子の運動によって、この力が生まれてき、その電子の数は原子によって違っているので、原子がこの磁石の起源を持っているという形になります。しかしながら、この原子の磁石もですね、大きな塊になると、 と揃っている領域もあるんですがその隣同士でこの N と S をキャンセルしてしまうような軸というものを作っていって外に磁力が発生しないような状況が持っているという形になります。この状況は鉄も磁石も同じなんですがこういう形で軸に分割されていることになります。 しかしながら、えっと、ここにですね、えっと、S 極を近づけていくとどうなるかというと、S 極に近い方向では、えっと、N 極が増えていって、反対側には S 極が増えていく。で、結果的にじゃあどうなるかというと、S を完全に近づけてしまうと、1つの、えっと、軸に構成されるような、えっと、塊になります。 まあこれは磁石を近づけるだけじゃなくてコイルを結びつけることにコイルの中に鉄を入れただけでも磁石になります。これが電磁石ですね。まさにこういう状況で鉄も磁石になっていく。じゃあ S 極を離していった時にはどうなるかというと、実は鉄は簡単に元の軸の構造に戻ってしまうんですが磁石はなかなか えっと、元の形に戻らないで、N 極がこちら側に残り、えっと、反対側では、えっと、S 極が残った形になります。じゃあ、どういう形で元に戻そうかとすると、今、S 極を近づいてきましたけれども、N 極を近づけてあげれば、えっと、元の、えっと、軸の構造に戻ってくるという形になります。 えっと、このように、テスと磁石の大きな違いは何かというと、磁力を保つことができる力を持っているということで、この力を保持力ということで言われています。じゃあ、ネオジムテスボロン形石はどうしてこんな力を生み出すことができるかというと、その起源になる原子、ネオジムが、えー、と中に存在していて、テスとうまい結合を持っているというところがあるわけです。えっ、ー、と、このネオジムと 鉄がうまく結合することによって保持力を生み出す力を生み出しているという形になってまさにこういうような原子が規則正しい形を持っているというところがこの保持力を生み出す力につながっているという形になります。 今ちょっと難しいお話をしましたが、えっと、もうちょっと簡単なお話をしましょう。で、2つの、えっと、クラスを考えてください。非常に素直な哲くんだけのクラス。そしてもう1つはですね、えっと、先生の言うことを聞かないネオブジムくんが入っていて、哲くんと結合しているクラス。先生の、えっと、の方からですね、上のクラスに、まあ、反対を向いてというと、えっと、素直な 鉄くんはですね、はいと言って、えー、と時間反あの、向きを簡単に変えてくれます。でこれに対してですね、えーと、下のクラスではですね、鉄、えー、がですね、えー、ネオジムくんに、えー、防御されてるという形で、先生の言うことをなかなかネオジムくんは聞いてくれません。ま、えー、まだまだ先生が えっと、言っていても大丈夫だ、大丈夫だというお話を、えっと、して、えー、なかなか、あの、言うことを聞かないで、先生がだんだんと怒ってきます。で、最後に、えっ、ー、と、先生は反対を向けという形で、えっ、ー、と、言ったところを向くか、ということで、えっ、ー、と、哲くんが、はいと言って、えー、このクラスは反対、反転すると。 上のクラスと下のクラス、どちらが、えっと、先生の、えっと、あの、労力が多いかというと、実は、えっと、下のクラスになりますね。先生が大変な苦労をしながら、えっと、時間あの、えっと、クラスを統合すると。で、多分皆さんのクラスは上のような、あの、クラスだと思うんですが、うちの研究室は下のようなクラスで、えっと、なかなか私の言うことを聞く学生が少ないというのが現状です。 でこのようなネオジムく実は欠点がございます。えっと、今、鉄くんと結合していたんですが、実はその自分の近くにです、ねえっと、もっと手をつなぎたい酸素ちゃんが来るとです、ねえっと、この鉄くんとの結合を、えっと、取っ切って、えっとあの、酸素と結合しようとします。ですなわち、えっと、鉄くんとの手をつないでいる形がですね、 えっと、酸素と結合するようになってしまうと、えっと、フリーになった鉄くんはどうなるかというと、先生の言うことを聞いてしまうために反転を起こしてしまうという現象が起きます。えっと、すなわち、酸素とか血管が近くにあるとですね、えっと、先生の言うことを聞いてしまった、えー、鉄くんから反転を起こしてしまうために、えっと、だんだんとその血管とか酸素がある部分からですね、えっと、反転が起きてしまって、 その、えっ、ー、と、向きの、向きがですね、えっ、ー、と、違った境界が、えっ、ー、と、できてしまうという形になります。で、そうすると、えっ、ー、と、まさに、えっ、ー、と、先ほどの軸の構造から見ると、えー、今示したように、N 極と S 極、S 極と N 極が反転してしまった、 形になってしまうので、あ、ごめんなさい。あのキャンセルしてしまった形になるので、外に磁束が漏れなくなってきます。で、そのうち強い磁石を作ろうとすると、えっと左側に示したように、すべてのえっと、えー、矢印がですね、同じ方向に揃っているものを作らなければいけなくて、それを我々は単軸構造という形で言っており、右側のところを軸多軸構造と。 でこの多軸構造から単軸構造に作り込むというのがですね、磁石研究者の、えっとえー、技術です。でじゃあ、どういう方法でするかというと、えっと、どん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 結晶量を細かくしていきます。で、それで、そうするとですね、多軸になっているよりも、単軸になった方が安定な領域が生まれてくる、左側のような図面ですね。 でもう一つは右側のように酸素とか血管があるような部分からえっと反転が起きてしまうのでこういうところを極力減らす構造をえっと作っていくそれじゃあそれはどんなところにサイズでやるかというと先ほどの成島先生のお話にあったようにナノメートルのオーダーで我々は組織をコントロールしていきます。 例えば、うちの研究室で開発された鉄クロムコバルト傾斜は、30から50メートルで鉄コバルトの粒子をクロムの中に分散させます。これは材料技術であるスピノーダル分解というものをうまく利用して、この組織を作り込みます。また、タ原ラマチさんのお父様である、えっと、タワラさんが作られたサマリウムコバルト傾斜は、27層というフェーズをですね、1号層の数ナノメートルで囲むというマイクロストラクチャーを作ります。 ネオジウムテスボロン形磁石においてもこの界面をきれいにするために数ナノメートルでその組成や構造を制御していきますこういう形で、えっと、磁石材料の特性を向上させるそしてプロセスを、えっと、向上させてきました結果、えー、現在のネオジウムテスボロン形磁石というのは、えっと、日本の、えっと、磁石メーカーのご努力にもあってその強さは 理論値の約93%まで達していて、先ほどご紹介したように様々な分野で応用されているという形になります。しかしながらこの一つ欠点があって、えっと、ネオジムテスボロンは高温になると磁力を失ってしまうという欠点があります。例えば、えっと、ハイブリッド自動車、電気自動車はその使用環境がだいたい200度ぐらいまで上がるんですね。で、そうすると、 温度が上昇すると先ほどの保持力というものが劣化してしまいます。じゃあこのハイブリッド自動車を作れなくなるかというと実はそこで添加元素であるディスプロシウムというものが従来添加されてきて思想における保持力は上げておいて高温になってもある程度使われるという技術が使われてきました。しかしながらこのディスプロシウム耐熱温度を上げるとですね ディスプロシウムを多く含むとですね、磁石自体の強さは弱くなってしまいます。で、もう一つ、自然界にこのディスプロシウムというのは非常に少ないというところが問題点になっています。で、それで産出する国がまた限定されてるんですね。まあ、どこかというと、実は中国です。で、外交問題があるとですね、このディスプロシウムが、 えっと、日本に入ってこなくなったというのが2011年頃起きました。お父様お母様はご希望くにあるんではないかなというふうに思うんですが、尖閣諸島をですね、国有化したときに日本と中国の関係が悪くなりました。で、そこで何が起きたかというとディスプルシウムの価格が100倍から140倍に上がりました。で、ここで、これは何が起きたかというと、えー、ハイブリッド自動車が当時作れなくなるんじゃないかと。 いうことで、このディスプロシウムを減らすネオジムテスボロン形式薬の開発というものが、えっと、国を挙げてのプロジェクトになり、えっと、たまたま私、そのテーマリーダーを、えっと、させていただいて、先ほどご紹介している佐川博士と一緒に研究をさせていただきました。で、我々は何をしたかというと、基本原則に戻って、どん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 結晶を細かくしていけば、えっと、保持力は上がるんだというところで、粉末を 極限まで下げていく、小さくするという技術を開発しました。で、この結果ですね、当時、レアアースの使用、ディスプロシウムの使用を4割削減するということに成功し、新聞発表してあの、プロジェクトは成功という形であの、皆様からお認めしていただきました。で、この時にえっに、と、このような今日お話をしているお話をですね、ある方にしました。 でその方は誰かというと、多分皆様非常にご存知の方です。えー、とそれは誰かというと、こんな本を書いている人で、えー、と本のご紹介が、えー、とまさに伊坂幸太郎さんですね。えー、と彼、えー、私の部屋に来て、今日のお話のように2時間半ぐらい、えー、とこの磁石のお話をしたら、えー、とその後にですに、ね、火星に住むつもりかいと。 という本を書きました。実は伊坂さん、東北大学の法学部のご出身で、実はこの火星に住むつもり会という本の中にですね、実は東北大学法学部が出てきます。で、また佐賀博士も出てきて、実はこのレア数4割削減という言葉もですね、実は あの、注意深く読んでいただくとですね、出てきます。しかしながら、あの、教授はですね、杉本ではなく、白畑教授になっています。まあ、あの、後書きで、あの、伊坂さん、えっ、ー、と、杉本の名前は、えっ、ー、と、後書きには書いていただいているんですけども、えっ、ー、と、こういうような、あの、ところも紹介をさせていただきました。えー、実は最近、えっ、ー、と、うちの研究室でもですね、この最初の図面である、 えっと、磁石の強さの向上というところの、えっと、少し貢献をさせていただいています。ネオジウム鉄ボロンにはかないませんけれども、えっと、次世代の磁石の候補となっているサマリウム鉄窒素。これも日本人の発明者で、えっと、東北大学の関係者である入山さんという方が発明されたものです。で、この特性を、えっと、世界記録、 お、えっと、の研究室でで作ることができましたそれは誰がしたかというと実は私ではなくてですねえっ、ー、とオープンキャンパスの、えっと、ビデオに出ている、まあ、松並くんですねでこの、えっと、学生さんが、えっと、今、えっと、図面に出ると思いますけどもこの方がですねえっと作ってくれました。でえっと、まさに 研究の種類は私たちじゃなくて、まさに学生がこの先端で研究をしてくれていることによって特性が上がってきています。まあ、こういうようなことで、松並君は実は日本磁気学会で表彰を受けています。 で一緒に出ている松田さんも、ですね、えっと、実はあの中国の国際会議に連れて行ったところ、えっと、彼女の発表が非常にいいということで、まあ、壇上に私はいないんですが、あの彼女があのノミネートされてえ、表彰を受けています、えっと。何を伝えたいかというと、まさに、えっと、私たちの研究の主流は、えっと、教員ではなく、まさに一緒にやってくれる学生さんが主流になっていると。 でこれは、えっ、ー、と、先ほどの成島先生のご紹介にもあったように、えっ、ー、と、高校から大学で伸びた大学の、えー、とランキングで、東北大学が非常にクローズアップされていると。で、実は東洋経済においてもですね、えっ、ー、と、大学ランキングでトップになっておって、で、これ2年連続でトップになりました。で、看板学部は工学部というふうにしっかり歌っていただいて、 おりますし、で、右側のページは、うちの研究室にが発表すしていただきました。まあ、学会発表が採用の場という形になっていますが、まあ、先ほどのように、えっと、注目される研究をするとですね、就職先っていうのは全然心配なくてですね、あの、えっと、向こうの、えっと、企業の皆様からお声がかかってきます。えっと、ただ、えっと、松並くんも松田さんもですね、実は、えっと、 磁石メーカーに行ってるわけではなくて、えっ、ー、と、自分の経験を生かしながら、鉄鋼メーカーや、えっ、ー、と、セラミックス、ロボットで有名な会社に入っています。えっ、ー、と、最後のスライドを、えっ、ー、と、紹介したいというふうに思います。で、今まで説明してきたようにですね、えっ、ー、と、実は新しい材料は何に役立ってるかというと、まさに人類の平和や、 豊かな社会を作るために、えっと、新しい材料が貢献してきています。えー、例えば、ネオジウム鉄ボロンというのは、ハイブリッド自動車、電気自動車、この磁石がなければできないし、航空機の電動化もできないんですよね。でまさに新しい材料の開発によって、豊かな社会を作るということに、私たちは非常に強い意識を持っています。でそれは、えっと、まさに えっと、新しい材料を開発することによって、私たちはせ世界に貢献するんだという自負があります。で、それは物性や用途、プロセスというものを、えっと、上げていきながら、えっと、その新しい材料を開発していくわけです。じゃあ、東北大学に入ってきた学生さんは何が求められるかというと、その素質を、えっと、えー、培うということが東北大学での研究、 を通じた教育の一環としてて行っていますでそのためには基礎学力、実験技術、調査解析能力というものを東北大学で学んでもらいたいというふうに思います。ただ、じゃあ東北大学に入ってきた学生さんが、えっと、全員がそうなれるかというとそうではありません、えっと。やはり大学に入ってからが勝負なんです。えっと、今が大切という本田幸太郎先生の、えっと、言葉がある通り、 え、入ってから、今からが大切になるということになります。そのためには、絶え間ない努力と、気力と、向上心を持って、えっと、学習を続けられる能力というものが、えっと、重要になります。そういうものを、え、持っている皆様に、ぜひ、東北大学に入ってきていただいて、えっと、新しい材料で豊かな社会を作るために貢献していただきたいというふうに思っています。え、ぜひ、今日、 この講義を聞いてた人によってですね、このネオジウムテスボロンを超えるような磁石材料、新しい材料が発明され、ノーベル賞を実現できるような人が、この中から生まれてくることを期待したいというふうに思っています。で最後に皆さんに一つの本を紹介します。青色発光ダイオードの発明された 中村修二先生とネオジム鉄棒ロン契約を発明した佐川正人博士が2人揃って書いた本があります。最強エンジニアの仕事術。さあ、世界を変える仕事をしよう。まさに材料開発というのは世界を変えることができます。ぜひ皆様、こういう意識を持って東北大学に入ってきていただきたいなと。 いいうふうふに思っています私も一緒に研究できることを期待してこの講義を終わりたいと思います。